歌舞伎俳優市川團十郎さんが23日に自身のインスタグラムを更新して、長男市川新之助さんの姿をアップしました。新之助さんはこの日都内で自身の名前がついた新潟米新之助の新米お手渡し会を開催しました。父の團十郎さんはその様子を投稿し、新之助米ありがとうございます、どんな気持ちだったのか聞くの楽しみですと息子の活躍を喜んでおられます。新之助さんはお米を手に持ち、カメラに向かってにっこり、すっかりイケメンに成長しておられます。それを見たフォロワーは、少年から大人になってる、お顔が大人びてきました、びっくり、昔は真央ちゃんにそっくりだと思ってましたが、今は團十郎さんにも似てきて感慨深いです。今までは真央さんそっくりと思っていましたが、目元や雰囲気はパパそっくりですね。少年から青年への貴重な瞬間と感じました。ちょっと見ない間にすっかりお兄ちゃんになってびっくり、大人になってる、パパとママのいいとこ取ったイケメンになりましたね。いつの間にこんなに大きくなったの、パパの小さい頃にそっくりですね、なんて大きくなったこと、とみんなの驚きの声が上がっています。本当に立派になられましたね。そしてイケメン、すっかり歌舞伎役者としても自覚されていて、これからがますます楽しみですね。みんなで応援していきましょう。ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。